タールカーンは、アフガニスタン北東部のタハール州の州都である。2015年、の人口は約21.9万人だった。アラーウッディン・ムハンマド時代に鋳造された、高下1275年、マルコ・ポーロが訪れ、大幹上には、大きな穀物市場がある。南にそびえる丘は大きい。白い塩からなり、鉄椎でしか砕けないほど硬い。 一周するのに三十日かかるが、その行為は、この世で最も純粋だと考えられているようだ。世界中の国の需要をまかなえるほどの塩がここにはある。と述べた。1603年、ベントでゴイスが訪れた。彼は、大正で、カブールからカシュガル王国の首都のヤルカンドまで旅していた。タールカーンのタハール県庁2001年1月、タリバンがタールカーンを征服した。 多くの市民が難民となり、イマーム・サーヒブ村やピアンジシェール・ダニを目指した。北部同盟軍がタリバンの市北部、東部への進軍を阻もうとしたが、失敗した。11月、北部同盟軍がタール・カーンを包囲し、集団墓地で70人の女性と子供の遺体を発見した。彼らは捕虜の家族やパシュトゥン人だったということで虐殺された。ありがとうございます。